はい、というわけでどうもこんにちは、しおと申します。9月12日をもちましてチャンネル登録者200人を達成いたしました。ありがとうございます。そして自分にもおめでとうございます。というわけでね、今回は100人から200人までのね、推移をまとめていきたいと思っております。で、まずチャンネル登録者100人だった時が2022年7月10日でした。で、チャンネル登録者200人に行ったのが2022年の9月12日となったので、ちょうど2ヶ月となっております。そして、この2ヶ月間、まあ、100人から200人の間で、投稿した動画の本数なんですけども、45本投稿いたしました。いやー、いろいろありましたね。で、その45本の中で、まあ、どんな動画が上げられたのかなと振り返ってみますと、まあ、キャンプ場を作ったり、あとは、ゆるキャンと山中湖の、コラボ動画を投稿したり、ゆるキャンと富士急グループのコラボがあったんで、そちらに参加した動画を投稿したり、あとは、自転車で箱根駅伝を走るシリーズを投稿したり、現在も投稿していますが、ゆるキャンの謎解きゲームに関する謎解きのね、様子を投稿したりっていうものをしております。こういう感じのね、動画を投稿してきました。で、このチャンネル登録者100人から200人にかけての、ランキングというものをいくつか紹介したいと思います。まずは視聴回数ですね。まあ、動画の再生回数のランキングを発表します。第6位、ゆるキャンと大井川鉄道のコラボがやっていたので、全力で楽しんできたら最高だった件総集編。ということでね、こちらが1049再生を獲得いたしました。いやー、こちらはね、総集編なんで、ね、なかなかの長編となっておりますが、かなり、再生されていました。第5位が箱根駅伝。自転車だったら箱根駅伝走るの余裕説。こちら、1区の方ですね。こちらが第5位になりました。再生数が1065回となっております。第4位が、ゆるキャンとローソンのコラボがやばい。ゆるキャン。ということでね、こちらが1205再生ということで、4位となりました。そして3位、ゆるキャン、セレバ身延店の自販機がすごかった。ショーツ。ということでね、ショートの動画なんですけども、こちらがね、100人から200人の間の期間で、1286回再生されたということになっております。ありがとうございます。そして、第2位が、こちらもショートの動画ですね。第2位、青春18切符なのに、新幹線ホームに、青春18切符の旅、デイ3、シャープ2ということでね、こちらもショートの動画なんですけども、1407再生となりました。こちらの動画はね、青春18切符縛りで、旅をしてたんですけども、新幹線ホームにいるっていうね、あれいいんですかそんなことみたいな感じで、はい、こちらも、ね、生徒の理由があるんですね。ということがありました。そして、第1位なんですけども、最近公開しました、人生初のデカ盛り、唐揚げがバカデカすぎたけど、バカうまかった。飯テロ。ということで、こちら2505再生ということでね。いやー、こちらだけね、結構ズバ抜けで2500再生だったあるんですね。で、この1位のデカ盛りの動画なんですけども、こちらの1本の動画だけで、チャンネル登録者がね、15人も増えたというデータがね、ありますので、まあ、今後の目標といたしましては、飯テロ動画、飯テロとかデカ盛り動画をね、ちょっとずつ増やせたらいいなとは考えております。続いて、高評価数のランキングに行きたいと思います。第5位、ゆるキャンと大井川鉄道のコラボがやっていたので、全力で楽しんできたら最高だった件総集編。こちら、15いいねを獲得いたしました。ありがとうございます。そして、第4位、こちら初登場です。アリオ・ソガで開催したゆるキャンカーニバルに行ってみたら、リンちゃんのビーノが喋って超興奮。ゆるキャンということでね、こちら17いいねを獲得いたしました。こちらね、ゆるキャンとアリオのコラボレーションで、ゆるキャンカーニバルというものがやってたんですね。こちらのコラボイベントに参加してきた様子を動画といたしました。とても楽しかったですね。第3位、青春18切符なのに新幹線ホームに。ところで、こちらのショートの動画なんですけども、22いいねを獲得いたしました。ありがとうございます。第2位が、人生初のデカ盛り、唐揚げがバカデカすぎたけど、バカうまかった、飯テロ。ということで、こちら、29いいねを獲得いたしました。ありがとうございます。そして、第1位なんですけども、こちら、ゆるキャン、セルバ、身延店の自販機がすごかった。こちらのショート動画なんですけども、29いいね。なんで、同率1位ですね。両方とも29いいねを獲得いたしました。ありがとうございます。再生数と高評価数は、まあ、比例してるのかなといった印象はありますね。
そして年齢なんですけども、一番よく見られているのが45歳から54歳というデータがあります全体の 36% を占めているということで、ね、やはりね、まあ、自転車旅といい、まあ、ゆるキャンの層といい、キャンプの層といいね、結構、まあ、中年といいますか年齢が高い方の方が、まあ、視聴者は高いのかなといったイメージはあります。他の年齢層なんですけども、まあ、大体 15% 前後となっていますので、まあ、幅広い年代で 見られていて、で45歳から54歳が多いなといった印象は抱いております。これからもね、どの年齢にも、見てくださるようにね、頑張っていきたいと思います。そして男女比なんですけども、圧倒的に男性の方が多いです男性が約 85% に対して女性が 15% ということで、まあ男性が 8.5 割あるということでねほとんど男性ということでね、まあ自転車といい、まあキャンプといい、まあほとんど男性の趣味が多いのかなといった感じなんで、まあまあ僕自身も男性であるのでね、おのずの結果といった感じになっております。そしてチャンネル登録の状況なんですけども、チャンネル登録の未登録者が、なんと 90% なんですねでチャンネル登録済みの方が残りの 10% ということで、9割以上の方が、チャンネル登録をされていないということがね、伺えるんですね。はい、まあ新規でね加入してくれた方はね、まだチャンネル登録ボタンを押すのもね若干抵抗があると思いますが、まあ、私自身もねまだチャンネル登録者200人というね、まあ、底辺の存在ではあるんですけども、チャンネル登録ボタンをね、押していただけるような努力をこれからもしていきたいと思いますので、ぜひね、こいつ頑張ってるなと思ったら、ポチッとチャンネル登録ボタンを押していただけるとありがたいです。はい、これからもねよろしくお願いいたします。というわけでチャンネル登録者100人から200人までのデータといたしましてはこんな感じになっております。そして、まあ、今後の目標なんですけども、まあ、相変わらず2023年の7月6日までに、登録者1000人を達成することはね、変わりない目標でございます。まずはね、まあ、第一歩としてそこを目指しております。で、そのために偶数日ですね、だから2日、4日、6日、8日、10日下1桁が2の倍数の時は、動画を投稿することはね、まあ、最低条件としてやっていきたいと思っております。たまに不定期にはなると思うんですけども、奇数日もね、ちょいちょいと動画を上げていくつもりなので、まあ、これはちょっとね、あの動画のストックの余裕とかにもよると思うんですけども、どんどんね、投稿してみたいと思っております。相変わらずの自転車旅の動画は、これからもね、投稿してみたいと思います。僕の主軸だと思うんですね。で、さらに、キャンプ動画、外掃除、庭掃除みたいな感じの動画をね、簡単にスラッと見れるような感じで、短時間の動画、そして早送りの動画をね、今後はアップしてみたいなと思っております。というわけで今回はチャンネル登録者200人を達成いたしましたという動画でございました。これからもね、300人、400人、まあ、とりあえず100人ごとに行ったらね、このような100人増加分の、まとめ動画っていうのを作ってみたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これからも頑張りたいと思っております。それでは以上、しおでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。